神は細部に宿る。この国の未来を支える先端技術の中核も小さな加工部品に宿っています。そこでの絶え間ない加工技術の革新が夢の実現と社会の発展を支えています。要素技術と生産技術、これら2つが高次元でバランスをとってきたことで、日本は世界のものづくりを牽引してきました。革新的な要素技術が価値を生むには、製品化、量産のための革新的な生産技術が不可欠です。ヤマダマシンツールは精密部品の加工現場において、プロセスインテグレーターとして生産技術革新に取り組んでいます。先端技術分野では鍵となる部品の形状が複雑化し、要求精度も厳しくなっています。特に核となる精密部品の生産は、従来の工法では量産化の実現すら困難になっています。その解決策として、ヤマダマシンツールは汎用 NC 工作機械を活用した全加工工法、スマップ工法を提唱しています。これは1台の機械で特殊加工を含め全加工工程を完結させ、工程間で発生する不良や仕掛け在庫、労務を削減することで生産性を極限まで高める工法です。スマップ工法で完成品となった部品は、 FA システムでの自動検査が簡素化でき、出荷状態までの全工程を無人化することで、高精度な部品の大量生産が可能になります。さらに、これら NC 加工ユニットを複数セットで運用することは、生産量に応じた柔軟なライン編成を可能にします。これにより、ヤマダマシンツールは先端技術分野での精密部品の量産を精進化ソリューションで実現し、日本のものづくりに革新をもたらしています。私たちは精密部品の加工分野における革新的な工法を開発し続けることで、生産技術力と産業競争力の向上に貢献していきます。この国の産業の未来は、今を生きる我々一人一人の中にあります。未来を作るのは私たち自身です。ヤマダマシンツールはその一翼を担い、日本のものづくりが世界を牽引できるよう共に歩んでいきます。